スクエ,アエニトリはい1週間ぶりのご無沙汰でございます安本浩樹でございますえー、この番組先週外にきましてね、えー、六本木ヒルズのドラクエ展これまだやってますんでぜひぜひ皆さんねまだ行ってない方行った方もね、まあ、もうネタバレできてもしていいと思いますけど2回目に行くと勇者になれるんでねぜひ行ってください今回は無断にスタジオに戻ってきましたが前回のドラクエ展 いやあの本当に <laughs> 本当僕あのま、まだこれ、ぶっちゃけあの前回が放送する前にぎりぎりのタイミングで撮っちゃってるんで、すぐあのあの確認まだできてない状況なんですが、えー、今ね、電磁座ーガの主役をやってる <laughs>、古原君とばったり出会いまして、ゴーンジャーのゴーンレッドですか、かつてはあの、ハンサム野郎なんですけれども、彼、僕、友達で、普通にすげえ家、近所で飲み屋で会ったりしたり、飲んだりしてる友達なんですよ。 ばったりいて何か知んないけど前前へ,前へどんどん協力しますよ手伝いますよっつって来ちゃったもんだからちょっと手伝ってもらっちゃったりしましたでちゃんと事務所の許可も取ってるんでねあの出ても大丈夫な状態になってますけれどもどういうふうに放送になってるかが気になるところですあとメンバーサイドの動画に多分彼見切れてると思います <laughs> <laughs> あの圧倒的なイケメンがいたらそれが古原くんなんでそちらの方もよろしくお願いしますさあスクワニックスチャンネルえー、メールちょっと読みますねえーっとえー、っとこれかなチャンネームがあアンドロメダザダゾさん 舐めんなせよ言えるぞえー、<laughs> 安本さんと愉快な仲間さ <laughs> 愉快な仲間でもねえけどなこんにちはえー、お FF の零式にドハマり中のん受験生です <laughs> 大丈夫かい受験生現在零式3週目に入っていますおーや,やり込んでいるねそうなんよな集会重ねないとねいけないからねもうレベル上げよりチョコボを育てることとエミネさんのあそうかスケルガーイベントこれも言っちゃっていいのか もうレベルを上げするより直後を育てることとか他のサブクエストといいますかサブイベントを一生懸命見てると、えー、<laughs> 僕にワンチャンスありますか、えーとね、勉強すればあると思うよ差別のメール、えー、チャンネームあずささん、えー、先日私は18歳の誕生日を迎えましたそんな誕生日の日学校から帰ると机の上にプレゼントが開けてみると私専用の PSP 過去ピンクとお霊,式霊式が入っていたとそれはお父さんからのプレゼントお父さん渋い 私がレシと自分用の PSP が欲しいと騒いでいたのを覚えていたらしくなんだ騒いだのかプレゼントしてくれたらしいですですが安本さんどうしましょう私は受験生ですやはり我慢すべきですねっていう、ね、メールが来てますけどあのこの番組やたら受験生からメールが来てます わかるよ受験勉強があってねあの漫画とかゲームとかあんまりできないからせめてラジオだけでも聞いてやっと気になろうとか読んだ気になろうっていうことなのかもしれないけれどもん受験生はねいろんな人に聞いてほしいよこの番組いろんな人に聞いてほしいけど受験生は聞かなくてもいいや勉強してくれた方がいい気がするんだおじいちゃんねもっと勉強してあげよかったってすげえ思ってるの <laughs> でもねそれって俺だけじゃなくて世界中のおじいちゃんがみんな思ってると思う昔もっとやっとけばって まあ息抜きで聞く分にはありだけどガッツリ聞いてあの自分の時間がなくならない程度に楽しんでくださいお願いします、えー、こういった感じでね普通音もいっぱい待ってますんであの後ほどメールアドレスいますがそちらの方にバンバン送ってくださいさあスクエイニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組スクエイニックスチャンネル略してすけにちゃん今回の特集は創刊された話題の月刊ビッグガンガンの第2号 担当編集の小野さんがやってきてあのさん、ちなみに小野さんはなかなかイケメンでございます。だからちょっとイラッとします。僕、イケメン、イラッとします。その魅力を語ってくれます。メールコーナーも2時の,こう2時のコーナー、ね、今回やるみたいですよ。あ、そうだ、2時の絵見たい人、メールくださいっていうやつやったんだ。2時の絵は果たしてできたのか、そしてその絵が見たいというリスナーはいたのか、もろもろ後でわかると思います。そんな感じで今回のス s エニックスチャンネル、最後までよろしく この番組はスクエアエニックスの提供でお送りしますスクエアエニックスチャンネルはい安本ひ樹がお届けしているスクエニちゃん今回の日替わりアシスタントはこのおっぱいです いっぱいおっぱい、いっぱいおっぱい、アシスタントちゃんの有川ちりです。よろしくお願いします。ご機嫌ですね。もう何を言っても、すぐ打ち返される。す、すぐ父に跳ね返される。イエスちなみに、弾力。もう一人のアシスタントの池田さん。池田さんも、あの、ほどほどに私もおっぱいあるんです。でも、隣にあれがいたら、何も言えないですって言ってた。まあ、爆発おっぱいなんで。それ、それだけのために存在して。嘘だ。君の存在理由は、ここにもあるよ。ちょっとこいつを叫んでくれ。よし。 月刊ビッグガンガン創刊第2号を徹底的に調査せようはい調査といっても僕らはどうすることもできないので <laughs> 素直にビッグガンガンの関係者を呼びましたと、はいうことでゲストはスクエニックスの小野さんもう早くも2回目小野さんですよろしくお願いします、えー、ビッグガンガン編集部の、えー、デスクをやっております小野と申します、えー、2回目ですがまた頑張ってビッグを紹介したと思いますんでよろしくお願いしますありがとうございます,しいしますさあ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 月刊ビッグガンガ Vol ン なんかもう一月経つんですね。早いもうそうですね。すいんす早いですね。本当に。 おかげさまでちょっと好調なさり出しになったんで,たで、ね、はい皆さん本当にありがとうございました僕もねちゃんとうちにありましてポポラちゃんのフィギュアベッドサイドに飾ってありますあーもうすごいいい出来なんでそうですね、はい、なんか俺の部屋に飾ってて大丈夫かなって <laughs> それはもう大いに飾って楽しんでいただければと思います僕がね一応この業界で働いてるっていうのを知ってるやつが見たら大丈夫だと思うんですけど知らない友達が来たら「安本そっちサイドだったんだ言」<laughs> 言われちゃうかもしれないぐらいよくできてます、はい、可愛かったですあと読みましたありがとうございます もう駅伝もさることながら、はい、スタッフもね人気あったんですけどダークラビットがすごい人気あってわれわれの中で,そうです、ね、こちらあのヤンガンガでも連載されている三部圭先生が特別よみがりで描かれたものなので面白かったし、はい、絵がかっこよかったそうですねやっぱりその炭べた貴重にビシッと締まった絵でほ、うんと独特の雰囲気ある作家さんですからねそうですね面白かったです絵もかっこいいし他にもねみんな絵がかっこよかったんですけど、はい、さあそして読者の方からのアンケートとかもやっぱ来てるんですよね 帰ってきてきまして徐々にそのどんなタイトルが人気が出たのかっていうのも分かってきた今日この頃です言える範囲で何かありますかリスナーさんは実はこんなリアクションリスナーさんじゃないや読者の方はこんなリアクションしましたみたいなそうですねやっぱりあのフィギュアがすごい良かったっていうリアクションがすごいたくさん来たので、うん、やっぱり本当あのフィギュアだとあの制作期間が長かったりいろいろ大変なんですけれども本当作った回あったなってそうですね、はい、漫画の方も 男の子も好きだし、女の子も好きなのもね、いいっぱいありましたもんねそうですねあの、創刊号から連載始まったものでいうと、そうですね、こちらの、あのえー、俺の彼女と幼馴染がしらばすぎるというやつのコミカライズが割とそうあの調子よくて、はいはい、これからちょっと期待したいタイトルだなというふうに思いますね。 こちらもかわい可愛い女の子キャラがたくさん出てくるものなのでぜひぜひ2個目とかでも読んでいただければと思いますね。これ最近の流行りなんですかねこのタイトルが長ってそうです、ね、<laughs> よくあのラノベ系がね最近アニメにもよく見りますけども、はいはい、それでもなんか割とファンキーなぐらい長げタイトルが <laughs> そうです、ね、結構やっぱラノベの業界の方がそのタイトル長いっていう流れになってるのかなと思いますね。でそれのコミカライズがまあ漫画でもちょっとずつ増えてくるみたいなところで,すそですね。 何かこいつが押しだぜってのがあったらしくださいそうですねまずあのー、表紙が、えー、こちら<お>ちょリスナーの方には聞こえ,な,見えないんですけれども前回ね、あのー、ポスターついてました、はい、創刊号でポスターつけました「ひなみざわ停留所日暮らしの泣く頃に原点」というものがあの表紙のイラストになりましてちょっと緑を基調にしたような感じのデザインになりましてあんまないかもしれないし、ねはい、なのでコンビニや本屋さんとかでも結構探しやすいかなと思いますんで。 はい、はい、もう前回のポスターちょっとエロ,かエロい感じでしたねそうですねごち,ごちそうさまですほんこちら描いてる友土さんはすごいあの絵が上手いのでうん、うん、もう抜群の画力でもうすごい出来のいい表紙なんでああここいいですねミヨンの腰がちらっと見えているそうですね <laughs> 腰からお尻にかけてのボディラインとかちょっとあの注意して書いていただいたので注意して注意してんかでもいろいろ書いてありますけどこれは何ですか豪華かな付録がまたついてるんですかそうですね付録も、あのー、まずはあの9枚つづりのポストカードというのがありまして9枚はいすげえな表紙があの1枚ありましてあと8タイプ書き下ろしで書いております書きえこれだけのためこれだけのためですねマジすすかすげえあらっ,、ね、っていいですかあらー また女の子がいっぱいあんでいっぱいおっぱい僕元気っすねこれ、はい、トラブルで遊ぶよやんちゃボーイが <laughs> <laughs> なるほど可愛いい,い,いこれはもう開き直ってそっちそっち行きましたねそうですね完全にもう右方向に打つって決めて <laughs>、はい、<laughs> 打ってる感じですねそうですねもうビッグアンガーの誇るヒロインたちがいい、まあ、ヤングアンガーのタイトルも含めて見させていただきますキャワー 可愛い,いですね。これぜひ年賀状に、ね、使っちゃうのか？もい, <laughs> いやもちろん二冊買うんですよ。三冊かな。だなお,お客様にしちゃうぞ。<laughs> お客様かもしれない、ね。さあでもこのポストーカードだけでも十分すごいんですけど、他にも何か。はい。もう一点付録がつきまして。はい、こちらあのヤングガンガンの方との連動付録になるんですけれども、<う>えー、ワーキングの、えー、特大ポスターが。おー山田ー ーはい、はい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 こちらビッグガンガンの方に付、えー、くものと、うんえー、11月18日から発売されているヤンガンガンの方に付くポスターと、はい、これは2枚で1つけ、はい、そうです合体できるというなるほどもうこれざっくり説明するん、ね、パジャマだ <laughs> <laughs> ネグリジェというのか今さらんて言うんだ <laughs> えっとナイトランジェリーっていうのかなじゃあそれだそれですねかわいい いいですねこの足のラインというちょ,とちょっと解説してくれこれをえ山田の、はい、あのこうふっくらとしたおっぱいがちらっと見えていたりだったりとかはい、はい、ポプラちゃんのフォーマンの無名がもう肉満のごとくもう重力を浴びていたりだとかポプ、ね、ラじゃんちょっと暴力的な <laughs> <laughs> 感じになってるねしかもこれが下から舐めるようなアングルでいいねいいよリリーになえやすいよかかそういう感じで言ってあしかもうんうんう,うんこうんうん 感が見えてますお。お前ちょっと変、それちょっと変だけど面白いから許す。<laughs> <ー>というようなポスターもついています。これもだから、はい、じゃあビッグガンガンとヤンガンをそうですね。2つで1枚の素敵なポスターであなたのお部屋を飾ってみないかってことですね。なるほど。でそれは2枚でもう1個がえ裏表。ええー、片方がビッグガンガンについてましてもう片方がヤンガンガンについてますので、はいはいはい、で。で でビッグガンガーの方はもう一個ポスターがあるんですよね。が、はいえー、裏面の方はあの先、ー、というタイトルのポスターがついておりますので。まあじゃんでございますな。はい。それからにこう総監ボリューム2緑の表紙。はい。これマーチャンタクですかじゃあ。マーチャンマットなんですかねこれは。<laughs> <laughs> っ今無理くり繋げてみたけどこれイマイチだった。ミオンカラーミオンカラ他にもなんかいろいろ書いてありますが人のみ左下の方に。 新連載という輝ける文字がありましたが。そうですね、新連載、あのー、もうスカイニックスの、あのファンの方なら、おなじみの氷川秀樹さんが。はい、先生はい、ついに新連載で登場しますので。キャンディーポップナイトメアという。 まあやっぱりあのファンの方が求めてるあのヘッキーテイストっていうのを大事に進めてると思いますのでうん、うん、の抜けるとこはスコーンと抜けますからねあれが楽しいですよね何といってもその魅力的なキャラクターをかける方なのでそういうところにすごい僕自身も期待したいなと思って楽しみ待ってますねうん、うん、なるほどじゃあこいつが今回の新連載の目玉的なやつもあり、ね、前回から「群衆」だったりとかいろいろの連載ものもまだまだいっぱいあるよとはいなるほどありがとうございますでは他になんかこいつだけ言って 絶対これだけは行って帰るぜってものがあったら、ぜひぜひ行ってみてください。そうですね。あのー、今あのー、ビッグガンガンの方でも人気のあるタイトルで。はい、まあ、自分自身が担当してるので。 ご利用しますけれどシャという弓道漫画がありましてこちらがですね結構人気がありましてこちらもいっぱい可愛い女の子が出てきて弓道頑張るという話なんですけれども結構造館ヤンガンガの時代からやってますんでもう56回載ってますんでぜひまあ新規の人でも入りやすい作りになってますんで元祖弓道漫画はい弓道女子漫画そうですね <laughs> まあ弓道をやるにはですね夢を吹く時におっぱいが邪魔になると、はい、でそこであのおっぱいのない主人公に白羽の矢が立ち弓、うん、道やってみろやというところから入っているようなお話なんですよねなるほどじゃあうちのアシスタントはダメですねああ <laughs> お手伝いちゃんがいるじゃない <laughs> あああいつはいけますよ何もないですから頭の中に込みで何もないですからねあ <laughs> <laughs>、はい、あとはあのー 他の他社さんでもあの書かれている押切蓮輔さんという方が書かれてます、はい、あのハイスコアガールという漫画がありましてはい、はい、それも本当押切テイストが全面に出てる、うんえー、ギャグラブコメディみたいな形の漫画なんですけれどもうん、うん、特にあのー、30代ぐらいの男性とかが、あのー、昔小学校の時やってたテレビゲームだったりゲームセンターのゲームだったりっていうのを出してるんでるつまり僕ってことですね30代まさにそうですね <laughs> はい ぜひへえ何かこれあんまり言いたくないんですけどちょっと台本読みますわ <laughs> えこちら「月刊ビッグガンガン」の中にはこの番組「すくえにちゃん」のページもありましてでも恥ずかしい <laughs> 恥ずかしい。あ <laughs> あるあるでも今回前,前はねそれこそあすみんが来てくれたりとかあのうっちーと亮平くんが来てくれたりとかそういうのできらびやかな。 きらびやかな感じで紹介してますわ、うん、あとはもうなんかふわっとこう逃げ切る感じで <laughs>、ね、ちっちゃくまとめてますけれどもここになんかあの我々でやれることはないかなとおコーナーとかってことですか、うん、俺今これ自分の初めて見たけどさちゃんとちゃんと読んだの初めてが主な出演アニメ作品のところがあのブリーチドラリヒャの幕をヘタリアってもうだい,いスケエリじゃないっていう <laughs> でギリクロシツジっていう <laughs> ななるほどまあなんか我々でででこれ1ページすすよよねねそうね基本的には。ってことはまあこうやって何のどんな放送しましたよとか、はい、まあゲストが来た回があったらゲストさんの写真を載せてこういうことしましたよっていうのはまあ載せるとしても、うん、他になんかやることないかなと思ってまあ、うん、作家さんだとかディレクターだか分かりませんがなんかコーナー紹介とかしたらどうですかとか西のコーナーで漫画描いてみさせたらどうですかとか書いてありますけど、うん、西のコーナーは <laughs>、うん、やんなくていいっす。<laughs> <laughs> やなくていいです,かいいっすこっち側でちゃんとあの、はい、一端に育て上げてからもしやらせるとしたらそちらに送り込みますん、はい、現状なんか我々にあのビッグガンガン盛り上げるも込みでいいんですけどやってほしいことって逆にあったりしますかそうですねやっぱりあのー そういうことやっぱり読んだ感想とかが出てたりするとやっぱ楽しいかなって思いますねうん、うん、じゃあ僕だがこのビッグガンガンに声が乗るんであればじゃあビッグガンガンを読んで今回こうでしたぜみたいなことが一言かけそうで、ね、書たりするといいかもしれない、はい、なるほどなるほどそれぐらいだったら全然このスペースでもいけますからね、はい、あとはじゃあ事務所といろいろ相談してみますさあ結果ビッグガンガン二号は第二号ボリュームツーは十一月二十五日発売ですというわけで最後に小野さんからリスナーに思いっきり アピールをしちゃってください。はい、えー、まだまだあの総監の勢いで、えー、豪華な付録も、えー、充実したラインナップも揃えてお送りしますので、ぜひ皆さん手に取って読んでみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ますこの時間のゲストは小野さんでした。あいた、いしゃありがとうございます。スクエアエリックスチャンネル。さあ、真面目な方を。 ゲストにお招きしていましたがその方が帰ったので不真面目になります <laughs>、えー、続いてのコーナーはこちらです机にちゃんキャラを作ろうアンドこんなグッズ作って ということで、えー、うまくいったら金儲けができんじゃねえかなっつーコーナーです <laughs> はいチャリーシャインコーナーですゼニコ集めろゼニコ集めろっつってじゃあチャンネル、えー、タッタッタラッタッタさんから、えー、来ましたこれでもね俺いいアイデアだと思うんですよ<お>、えー、スクリームの関係者の方ぜひ聞いててくださいね2012年のお正月に向けてスライム風の鏡持ちはいかがでしょう スライムタワーみたいに重ねて青赤緑に染めても <laughs> うん染めちゃうかまあいいやおめでたい雰囲気が出ますうんでも鏡餅でちょっとシャスある程度のサイズで出すのよしかもあのめでたいあのエビの置物とかこう昆布とかこうなってる上にあいつが鎮座すると思うとちょっとよくない まあ実家のね,いいす,ねすごい古い旧家の方がやったらおいふざけんなってなっちゃうけど東京でね一人暮らししてる人が部屋でお,お正月を迎えるって時にちょっとそれがあったりすると和むじゃないですかある程度ちっちゃいサイズでいいからあったらいいんじゃないかなあ,<ー>かあったら欲しくないんだって言ってたらそんなにべらぼうな金額じゃないの結構安いのすごく欲しいし、うん、それを焼く時にまたニヤニヤしてしまいそうです <laughs> まあ焼くよね <laughs> 焼きますねあな中からキングスライム出てきたみたいな感じでねそれを実際問題にあの <laughs> 色をつけたお餅を3つやるっていうのが大変だったらパ,パッケージの側だけでいいじゃんああります,、ねありますね、あれでもいい気がするんだよ確かにっていうマジ話を久しぶりにしてみたさあ次のメール読んでみましょう <laughs> えこれはチャンネルムみーさん「荒川アンダーザブリッジ」の星のお弁当箱 <laughs> シュールだけど可愛いですあれ顔書いてあるんだけどいいのか顔書いてあるっつうか顔出てんだけどいいのか <laughs> 顔出ててるしあと星が立って 詰められるのかな大丈夫かなお弁当まあ米系はいけるけど米系はいけるけどウィンナーとか炭を置いたら隙間デッドスペースできるよねですよね <laughs>、うん、あと洗うときちょっと大変だよねなんかうわすっごい洗剤があと残ってるみたいな感じになりかねない <laughs> あとカバンの中に入れ入れづらいよね <laughs> でもガラン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 あるよね <laughs> でもそれを持ってたらきっと私も大学でで友達ができそうだから欲しいですそうか、うん、友達ができるのであればあってもいいかでもこれはなん,<っ>なんかイメージしやすいじゃん、うん、そうそうこういうね今回今あのグッズ作って頂戴系を今喋ってますけどうん、うん、こういうのねありだと思います。うん、さあさあじゃあ次グッズ作ってる系じゃなくてちょっとじゃあスケルちゃんキャラの方ですねこちら行ってみましょう。ここ えー、チャンネームブラリ途中下車男さん、うん、新しい電フフッ背は低いが手足の長いスレンダーな女の子普段はおとなしいが面白いものやかわいいものかっこいいものを見るとテンションが上がり「チャーン!」と声を上げる「チャーン!」っていうのな知ってんなん知ってんな <laughs> 子連れなんちゃらで知ってんなマシンガンついてる乳母 <laughs> 車知ってんな <laughs> 普段は灰色の髪だがテンションが上がると気分によって髪の色が変わる結構しっかり描いてくれますね<ー>まあこういう感じでスケニちゃんキャラいてもいいと思うのでぜひぜひ皆さん送ってくださいうん,うん背は低いうんまあいいでしょう背は低いスレンダーの女の子そこもわかるスレンダーの女の子手足が長いっていうのが、うん、俺はちょっと途中で面白い方に振っちゃったんだけど<あ> <laughs> なんかもう初号機的、ね、な初号機的なぐらいこういう圧倒的な <laughs> 圧倒的な手の長さ 思いついちゃったんだけど、そうじゃないんだよねきっと。それは多分可愛くないぞ。だ,だちっちゃくてスタイルがいいってことなのかな。<laughs> うん、ってことは西ちゃんじゃないですか。あとちっちゃくねえよ。いやちっちゃいよ。あとなんかぐいぐい来るから嫌だよ。そういうこところも大事。ぐいぐい来ない子がいいスケニちゃんは。<笑><笑>じゃあもう一個よ。いやぐいぐい来ない西ちゃんがスケニちゃんキャラで。うんいやちょっとまだ早い。まだ早まだあ,あいつにまだ会社の名前を背負わすのはまだ早い。<laughs> じゃあもう一個行きます、はい、これはグッズかな、えー、ぶらり年上げ者男さんもう一個来たありがとうございますこ、うん、れ以外サンキュ、えー、スライムの消臭剤リアリティあるね<ー>とかどうでしょうか えー、白い曇った半透明のプラスチックに青い芳香剤が入っていてプラスチックに濃いめの白でスライムの目と口が書いてある青の芳香剤がなくなると目と口がなくなり白い半透明なスライムの抜け殻のようになり詰め替え用の芳香剤を入れると顔が復活するおおこれよく考えてあるねすごいでも欲しい不思議きっとスケルさん多分これは作らないとは思うけど、うん、思いつくよねあの頭に思い浮かぶよね すごい。でも何臭なんだろう。スライムってどんな匂いするの?。スライムって、なんかゼリー状っぽい感じじゃないですか、ね、彼らは。うん、基本的な、あの、伸びて縮んでだからね、うん。ってことは、そうだ。普通すぎる、でも、部屋の中そうだもん。そういうことなんだよ方向で、芳香剤でそうさ、そうだって、どうよ。じゃあ、でもないから、いいのかな。 うん、だってシャボンとか言ってもつまらないしスライムからラベンダー香っても嫌だしな <laughs> ちょっとなんか金木犀とか嫌だしな, <laughs> なんかダメージ受けそうな気がする、うん、そうだかねそうだですかねラムネの香りの方向剤とかあってもいいかもしれないな、うん、なんかトイ,トイレぐらいまでなら許される気がする <laughs> うんうんうん、うん、そういうかちょっとあげたらスライムが現れたとスライムが現れたって で半分ぐらいなくなってくとちょっとかわいそうな感じになってくと <laughs> 溶けていいんじゃないですか、ね、でもこういうのこういうのもし本当に一応これ全部すくえにさんに僕たち渡してます、うん、ですんであかなんか本当にこういうのあったらいいんじゃないっていうグッズでもいいしすくえにちゃんこの番組のキャラクターとか思いついたものがあったらぜひぜひそちちの方も。 ガン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 送ってください。ということで、もろもろのメール待っております。あ、あと普通おたもね。じゃあメールアドレスお願いします。はい、メールアドレスは s e アンダーバー c h a n アットマーク o n s e n a g です。繰り返します。s e アンダーバーちゃんアットマーク 温泉 .ag ですはいいいチャンが出たねスクエニちゃんキャラ私も狙えるかなチャンそうだギャップがあっていいんじゃないあのスレンダーって今のだったのねスレンダーって書いてあるけどやってる人は爆乳ですそういうギャクがあってもいいかもしれないねチャンよし狙ってこう狙ってきますさあどうせやりてやりてっていうやつが今次が来ます <laughs> スクエアエニックスチャンネルはいえー <laughs> 自分で読んで続いてはこちらのコーナーに参りましょう西飛鳥の明日はどっちだ <laughs> あのグイグイ来ない子がいいって聞いて <laughs> <laughs> 外で聞いグイグイしなかったバージョンですグイグイか、ね、<laughs> 行かないバージョンねグイグイなんてし,し,してないんだからねって外で言ってました <laughs> さあ行きましょう <laughs> コーナーに行きましょう <laughs> ああ 真実西飛鳥が人として成長するためにさまざまな苦難を乗り越えていくという生の RPG ゲームです、はい、第一の関門であるファイナルファンタジーシリーズの「ファンファーレをトランペットで吹く」というのをまあクリアした手になってる西、はい、え続いて挑むイベントはもうみんなが考えたくなかったんで、えー、家事が無理やり考えてくれました「<laughs> え絵を描けば」っていうアバウトなお題、えー、それがあったにもかかわらずなんか絵も持ってこずにドラクエティに来やがったこのバカ野郎と <laughs> ちゃんと絵持ってこいやっちゅう話ですけれどもそれをやっと今日持ってきたっつんで 見てみようかねとその絵を描けばってお題をさらにでかく描いてこいっていうお話になりましたねみんなに見ていただくのであればとはいということでじゃあその絵描いてきたはい描いてきましたポスターサイズでおーでかいねはいでまず最初に見てほしいのがですねあの安本さんの魔王バージョンゾウマ安本さんえちょっと待って何枚描いたのお前3枚描いてきたんですけどまず見て欲しかったんですこの私の心の叫びをなるほどねまあゾウマ安本さんももろ字が滲んでんだけど もろにじんでんだけど。<laughs> これはまあしょうがないんです。ちょっと最後の疲れてて。<laughs> うん疲れた。<laughs> 漢字ぐらいちゃんと書ける。でもまあしっかり書いてます。かっこいいですよね。まあないや続,や続けよは続、い、け、でじゃ次は次。これだけじゃちょっと足りないなと思ったん。そうだそれで書いてきたってみんなブチ切れるよね。<laughs> はい、もっと強いのですね。竜王安孫。メ <laughs> <laughs> ガネをかけてるね。<laughs> ちょっと似てないですかこれあか <laughs> 俺が似てるって言ったら変になっちゃうしかも竜王って若干横向きなんだよねそうなんですでもメガネが思きり横じゃないよね <laughs> <laughs> メガネはちょっとちゃんと見てほしくて片 <laughs> 付けで, <laughs> 付けであの完全にトレースした状態で後付けでで。いた、ね、い <laughs> でも一番最初に書いたとこメガネですよそれはバランス崩れるよ <laughs> メガネから最初に書きましたでもこれすごくないですかすごくないねえ <laughs> これでもあの著作権の問題とかあると思うんで、うん、あのー、出せないじゃないですか今までのはキャラクターデザインが鳥山さんだからなそうなんです、うん、だから出せないんでこれは、うんあのー、安本さんにプレゼントしてすえっと俺次の現場があるからいらない <laughs> 次の現場でこれ持ってきたくないからちゃんとポスター丸めて袋に入れるやつ持ってきたんで,です、うん、うそういうこと捨ててやるから大丈夫 <laughs> そしてですねこれがメインですじゃじゃんこっち横向きですねはいこれがスクエニちゃんのキャラクター候補のスーちゃんたちですこれどうですか ああ、の、説明さてもらまずまず最初にねみんながあの、みんなが PSP をなぜか持っていますわそうですで FF のレ式ですね前のあの、お題としてですねマルチプレイをしているというあの、体なんですけれどもあの、お家の中でやってるんですねでこの子はあの、趣味がトランペットなんで自分がよく声当てようってやつを混ゼンのそうやってそうやってだとしたらガチでトランペットうまいやつ当てるからいいよえ 別に守備じゃなくて本当にトランペット吹ける先生はいるからねその人にオファー出すからいいですよ全然私も吹けますよお前吹けるうち入っていで続けろ説明なんでそれでこれ安本さんですそうだろうなと思ったこれでもそううだろなと思っちょっとだけあの事務所の先輩の野島さんにも似てるような気がするじゃあヒロさんにしてもらおうかいいですかじゃあヒロさんでそしてですね毎回毎回 あの七十五点だとか、はい、ねあのー、中途半端だとかって言われてて、はい、悔しかったんで、はい、あの百点のリンゴ書いてきたんです <laughs> どうですかこれ確かに私の一番,<た>一番確かにリンゴだけ異常にうまいんだけどいい <laughs> すごいですよこれは百点ですよねいやリンリンゴだけ切り取って ちょっとりんごも込みでりんご込みだと82点だよりんごがデッスンあげてるけどじゃありんごだけでいいですかりんごだけで言うとキランっていうやつが書いてあるじゃんあれが嘘臭くさいからあじゃあこの影だけ86点ぐらい六点でもこれはちゃんと DS の絵心教室で練習した練習した上で書いたりんごですかなるほどねまあでも今回のもうリアクションに困るね嘘 下手じゃないんだよ。で、割と完成してるんだよ。で、ちゃんとなんかクリアも諸々してんだけど。なんかね、なんだろうな。まず p. S. P. がさ。もうみんな持ってんじゃん。p. S. P. って書かなきゃわからないってことでしょ。あと p. S. P. の形ってさ。あんないびつじゃねえじゃん。これで疲れてたんです。だからさ。言い訳をちょいちょいしてて、混ぜるところも原点対象だね。 あとポテチって書いてるでしょ書かなきゃわかんないんだよねこれ書かなきゃなんか俺枕かなと思ったもん <laughs> ポテチでもあのほら、うん、ポテチ食べながらやったら PSP がベタベタになるじゃないですか、はい、だからちゃんとここにティッシュも置いてあるんですあ、それティッシュだったんですか <laughs> ティッシュなんです、はい、な,んかなんか俺靴下かなんかと思いましたねそれ <laughs> ティッシュですよあティッシュなんですかちょっとポテチの色もちゃんとついてるんであ知らないですよそんなの <laughs> そして FF の「ファイナルファンタジー」零式っていうのは何ですかあの下のここはスー,スーちゃんクーちゃん A ちゃん兄ち,ちゃんちゃんちゃ、うんまあ,あ12345人いるんですけど6人いたんで6人いたんでっておめが書いたんですか書くことがなかったんですかあの画面が賑やかにななればいいなと思ってのもうそういうさなんか隙間を埋める作業で <laughs>、はい、この大切なタイトルを扱ったとかも原点対象ね <laughs> そしてあの左下にいるあの犬だ。これなんでさ PSP って書いてあるんだよ。これスペースがあったね。スペースがあったら何でも PSP で書くだよお前。ミニチュアダックス動画長いから。ミニチュアダックスは動画長いけど、はい、PSP じゃないよあれはあ。これは動物虐待だから厳点対象ですね。それで僕と言っていたあの僕だけど CV 野島博美らしい。<laughs> あの右下のキャラクターこれ <laughs> 彼は何,何持ってるんす P ですか PSP ですこれも彼も PSP 持ってる、ね、彼も PSP でちょっとあのマルチプレイ混ざりたいっていう顔してるあ混ざってないんですか混ざってはないんです <laughs> ちょっとちょっと混ざりたいでも僕の PSP はあのあの緑じゃないんで限定ですねえ何色なんですか僕はあのももモンハン仕様の黒とあと、はい、メタルギア仕様のあの迷彩のやつを使い分けてますから 明細これ迷彩です <laughs> うん、まい、あ、それですぐすぐ <laughs> 口から出まかせ言うところも減点対象ねおやだだから最終的にもあの100点スタートからいろいろ減点してって、はい、さっきまで82点だったんだけど62点です、ね、あ低い <laughs> 62点のやつはちょっとやっぱ人様にはなちょあでもでも100人なんかメールが来ればって,いうっていうやつをやりましたわ、はいえー、メール来てます実は13通13通 これまたリアクション取りづらいでしょ。<laughs> 二桁なんだよ。これが一桁だったらまあわははでいいんだけど、二桁なんだよ。ただ、うん、これこのメールまだお前読んでない？読んでないです。本当。はい。あのー、心を強くまで。俺今からリスナーからのメールを読むぞ。今回はリスナーの名前は伏せて読みます。<laughs> はい、えっと、えー、西さんのあのメールだと、西さんの絵が見たいというメールですと。はい、えー。西さんの番組に出してほしい感が正直うざいです。<laughs> <laughs> ですが絵はどんなのか見てみたいですっていうのが一枚落としてあげる。うん、それとあの一応十三枚来たけど十三枚読まないね。はい。でも一個ね。はい。ねはい、えっとこれも名前は伏せておきます。はい、えー。西さんの絵を大きくしてください。はい。応援してますけどできたらギリギリ百通来ないでほしいです。ちょっとなんでなんで。そっちの方が面白そうなんで。ああ<ー>。っていうのが一枚。でも一個ラスト読みます。はい。えー、これはねまあいいのかな。 それ読みますかはい、えー、まあちゃんとしたのも来てるんですよ初めて投稿しました西飛鳥さんの絵一応飾ってあげてはどうですか <laughs> <あ> <laughs> 一,一応と <laughs> いうのがだいたいこういう感じのが十三通待ってでもでもでも。ちなみに同じ人から重複したメールはもうダメですカウントしませんえ本当ですかでもお前が今からガンガン送ろうとしてるって顔をしてたから <laughs> <laughs> 先に言うけど一人一通です <laughs> えー、じゃあ私親戚に頼みます100人も <laughs> <laughs> でもそのメールんかさんたちも、うん、なんかこうほらちゃんと見たいですって言ってくださってるじゃないですか一応な一応一応ですけどあ<と>でも,でも100通ギリギリ来ねえでくれって言ってる人もいる <laughs> <laughs> でもその人は俺と比較的性質が近い <laughs> 俺も「惜しい92通」とか言いたい <laughs> <あー> <laughs> じゃあでも あれですよね、重複しちゃダメっていうか<あ>いつはオッケーってことですよねいつはいいよあじゃあ私いろんな人に頼みますじゃあブログとか<ー>親戚とか<う>友達とかいつまでそうだこれあれだなあの確かに締め切り設けないとダメだなあそっかでも、はい、まあわかしじゃあ来週いや11月いっぱいにしましょうかえあ12月いっぱいにしましょうよ <laughs> いや十一月いっぱいでいいっしょそんなに長いことこの絵保管しとくのもうスタジオかわいそうだええ、ついでに飾っとくとかどうですかだから飾っちゃダメなんだよ飾るかどうかを仰ぐんだよ判断をおーそっかじゃあお父さんとかに頼もうお父さんからベルキター絶対読んで絶対読むからなまあ一応今月いっぱいもしか伸びるかもしれませんが一応今月いっぱいでちょっと様子を見ます本当にお願いします様子っていうか多分ジャジを下しますお願いします見仕事いなくなる可能性がありますいやいや 八十二パーセントぐらい。高い確率が高い。高い <laughs> <laughs> でもね、そんなにし一応いろいろ頑張ってる程度ものがクライアントさんには伝わっていたようで、はい。<coughs> まか、あ、クライアントさんには絶対にダメです、最初役に立ちません。ポンコツですって言ってるのに、クライアントさんがまさかお前にお題をやってほしい指令を送ってきましたあ。あ、このコーナーにですか。はい。<coughs> しょうがないから読みます。ありがとうございます。うわ、危ねえなこれ大丈夫かな。何ですか。大事な話だからよく聞け。はい。 西さんお疲れ様ですお疲れ様ですお願いがありますいよいよ12月15日にファイナルファンタジー132が発売になりますこの発売を盛り上げるために協力してください方法は西さんにお任せしますよろしくお願いしますっていう丸投げですわアバウトですスクエニックスちなみにファイナルファンタジーというねタイトルがついてるこの重さわかりますか わかりますもうそんなお前があんな犬に礼式とか軽い感じで書いてますからあんなのダメなんですよ <laughs> もう大されファイナルファンタジーではドラゴンクエストファイナルファンタジーでは日本のってか世界のロールプレイングのアイコンですからね,ね RPG のアイコンですからねそ,そ,れそれの最新作ですサティー3 2ーンの続編とかじゃないですこれはちゃんとした一つのコンテンツです<ー>とてもおすけにさんも大事に大事に作っているものはいどうするの断る断れるよ 頑張りますやりますグイグイいくあグイグイは行っちゃダメなんでここはグイグイ行かせてくださいグイグイ行かない誰もにグイグイ行かないって書くよ自分ででもここはグイグイ行きたいですうんそっかまあねゲーム盛り上げるはとてとも大事なことだからねじゃどうやって盛り上げんの一応お前に丸投げされてるんだよ。 ちょなんですかね。早く早くもうこのコーナーに尺使いたくねえんだ。はいはいチアリーディングするとか、フラえフラえっつって。どこで？なんか本社前とか。迷惑。絶対に迷惑。自分の家の前で応援されてみ迷惑でしょ。同じ感覚ね。確かに。でしょ。そうですよね。何する何する。何すればいいんですかね。なんかえでも一応この番組を絡めるっていうことは、そうですよね。なんか買ってくださる方々ファンの方々をなんかおマジで興味あんねってなんかなんつうのかな。 釣ると言ったら変だけどさうんなんかもうここでしか聞けないような情報だとかそう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 ,そう,そうってことですか、うん、あとはやっぱ物だよね物物物 プレゼントブツだよねブツブツ交換です交換はしないよ俺おやつらが出せるのお前しかないからお前はあげちゃうことになるけど全然お前あげちゃうけど当番組別にお前なくても回せるんで大丈夫なんですけどここにいますクソじゃあその情報はでも多分本当に直接聞きに行っちゃったりすることもできるし直接聞くこともできると思うからじゃあ情報集めようそうですね何かしらのはい。でもってミセラさんのために何かしらをえっと泣き落としでいいやはい 取って取って,きてみようああ何か物を13.2、うん、発売までまだ若,若干時間あるからそうです、ね、長いスパンかけててもいいから、はい、ちょっとそれはやってみましょう。と、はい、いうのをちゃんとやってきてねちゃんと頑張りますちゃんとやんなかったらすごく怒るからね。 ではここでスクウェアエニックスからのお知らせです hey, まずおじさんから読みますまずは書籍情報本日特集しました月刊ビッグガンガン第2号がこの放送の更新日の翌日11月25日11月25日に発売になりますおめでとうございます朝一で近くの書店に急ぎましょうえっ、ー、とねポスターが、うんすげえいいあとポストカードが9枚もすげえいいし新連載もろもろヘッキー先生のもあるし楽しみです、えー、皆さん一緒に本屋さんに行きましょうそして現在好評発売中の PSP ソフトファイールファンダ 式のアルティマニアが11月30日に発売になりますのでこちらの方もよろしくお願いいたしますでもってはい続いてはゲーム情報です12月15日に発売になる「ファイナルファンタジー 13II」の公式テストプレイヤー AKB48 の大島優子さんが自らデザインしたオリジナルコスチューム2着から実際にゲームに反映されるコスチューム1着をファンの方々に選んでいただく 人気投票を11月15日から開始しています大物締め切りは12月3日18時までなので皆さんぜひぜひ投票に参加してくださいね詳しくはキャンペーンサイト「ジャッジサティーンでご確認ください、うん、さらにさらに株式会社東芝の液晶テレビレグザとの共同プロモーションが展開されます家電量販店などで展開されているレグザを使用して 世界初公開となるファイナルファンタジー 13Ⅱ のオープニング映像の公開こちらは11月19日より順次公開を開始いたします他にもいろいろ展開の予定なので詳しくはファイナルファンタジー 13Ⅱ 公式サイトでご確認くださいこれはいわゆるあの丸々カメラとかに行ったらやってるっていうことなんですかなるほどねでも最近のテレビすげえ画質綺麗なわけじゃないそいつでだからもう ハイディフィニションムービーをみんなで見ようじゃないかとあでもいい宣伝にもなっう考えましたね面白いですね最後はアニメ情報がございます、はい、はい「君と僕ワーキングギルティークラウン」が大人気放送中です詳しい放送情報は各アニメ公式サイトをご確認ください以上スクエニちゃんからのお知らせちゃんでした「スクエアエリックスチャンネル」 クセチャンネル今回もねハイカロリーでした。毎回疲れます。なんで疲れるんだろうな一番最後のコーナーで一番疲れるいつも。一番最後のコーナーって何でしたっけおな。出てけ。出ていけ。告知コーナー告知コーナー告知コーナーかな。あんまやってねえけどな。疲っ優しさの無駄遣い。さあ第八回目の配信もそろそろエンディングでございます。今回の感想はえっと特にないです。僕は嘘です。 まあビグガンガンン、うん、これはね、うん、気になっちゃうのがいっぱいあるし、うん、あと何て言うのかなつ,つくよね、いいとこ。うん、ポストカードっていうのをしかもわざわざ書き下ろしだったりとか、うん、あとポスターがあのヤンガンと一緒に2枚1個にするとあら不思議っていう仕上がりになるとか、うん、なんか。 欲しいところをスパッスパってついてきつつ、で漫画もヘッキー先生の新連載であったりとか、まあ読みたいのがいっぱいあるんでね、うん、早く読み停すってのが今日の感想です。はい。他は何も覚えてません。ね、<laughs> 記憶喪失になっちゃった？<laughs> はい。でもコーナーとかいっぱいあるんでメールを募集したいんです。メールは欲しいんです。メールをいっぱいください。ーいメールはえっと番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナー安本さんの言うようにたくさんあります。うん、どんどん考えて送ってきてください。 メールアドレスは se-chan-onsen.ag アンダーーバ繰り返します se-chan-onsen.ag アンダーーバちゃですたくさんのメールお待ちしておりますはい <laughs> 精神的にねちょっと心配事が今回増えちゃったので大事なタイトルねさっきの告知を読んだけれどもささあィンツ2大事なタイトルなわけですわそれをね盛り上げるっていうのもねなんだろうな大丈夫かな大丈夫ですよねありがとうございます本当に兄ちゃんはできるお姉さんだよ何何をを知知っっててる俺はニシのだめなところをいっぱい知ってる。 仲良くなった。一緒に遊んだから。一緒に遊んだもん。えっと知らない。四 <laughs> <laughs> 文字で片付くからそんなの。<laughs> ちゃんとしてね。はがき書き。はい。の手伝うね。ありがとうございます。そして、ね、この間の放送でいきましたドラゴンクエスト店えー、っとですね十二月の四日までまだ六本木ヒルズの方でやっておりますのでぜひぜひ行ってください一回行った方も二回目に行って勇者になろうぜ僕ももう一回ね行ってみますちゃんとねやっぱ読みたいものがいっぱいある。 ちょっと時間ある時にこっそり行ってきます、うん、誰も連れて行きません一人で行きますワクワク <laughs> 楽しみだな楽しみだな <laughs> なんか今ザラキ使えて <laughs> <laughs> というわけで今回はここまで次回の配信は12月1日木曜日です来週はいただきストリートウィー,ーこれもねあのマリオとドラクエのコラボと言ってもいいでしょうそれの作品新作の特集をお送りしますので、えー、お楽しみにというわけで今回はここまでお相手は アシスタントちゃんの有川千里、そしてお手伝いちゃんの西アスカとはい、えー、疲れた安本ひろでした <laughs> それでは皆さん次回のスケニちゃんまでさよならちゃん,ちゃんこの番組はスクエエニックスの提供でお送りしました